はい、今回の動画なんですけれども、商品が売れない時に、見直すポイント、これについて、説明していこうと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、で、まあ、僕自身はですね、結構メルカリの方取引たくさんしてまして、今評価が6000弱ぐらいですね。はい、過去に消されたものを合わせると1万評価ぐらいあるので、まあ、多少の参考にはなるかと思います。で、過去にアップした動画で、メルカリを上位表示させる方法というような内容の動画をアップしたんですけれども、これはメルカリ側のタイムラインですね、出品した時間によって上位に表示されるので、再出品をすることによって、もしくは値下げをすることによって、上の方に再度表示させることができるよというような内容のものです。でも、この動画の中で僕はこの方法は使わない方がいいですよというようなことを解説しています。はい、まあ、気になる方はちょっと見ていただきたいんですけれども、で、この動画でですね、まあ、見ていただいた方から、質問いただきました。はい、で、まあ、再出品することなく、売れるようなコツはないんですかというような内容だったので、まあ、合わせて僕の考えとですね、まあ、実際どのようにやったらいいのかなというのを共有していきたいと思いますので、よかったらチェックしてみてください。はい、で、まあ、このやり方なんですけれども、本当にあんまり良くないし、なんですかね、まあ、再出品しすぎるとアカウント止められたりしますし、値下げをして、で、上位表示させた上にさらに値段を戻して上位表示させるっていうようなこと、まあ、なんですかね、ざっくり言うとそういう説明をしてるんですけれども、このやり方も、多くやっているとアカウント止められるリスクがかなり高いです。はい、で、その上でですね、それをやらずにどうやって売るかというような内容はですね、実はこのチャンネル内にですね、売れるコツというような動画がいっぱいあるので、ぜひそっち見ていただきたいんですけども、ざっとまとめて再度説明しようかなというふうに思うんですが、売れない原因、今度はですね、そっち目線からちょっと、紐解いていこうかなというふうに思うので、まあ、僕の考えなんですけども、あくまで、よかったら参考にしてほしいので、解説していきたいと思います。はい、で、まあ、まずは1個目なんですけども、そもそもの値段の設定ですね。はい、1つ目は値段の設定。値段がですね、相場よりも高すぎる値段に設定していると、まあ、いつまで経っても売れることはありません。はい、まあ、定価でいくらで買ったからこれぐらい、まあ、1万円で買ったから最低でも8000円は欲しいよというふうに思っていても、取引されている相場が5000円だったら5000円ぐらいでしか売れないんですね。はい、なので、まあ、いくら時間をかけてですね、8000円で粘っていても、値下げして7900円にしても7800円にしてもこれは売れないんですね。相場はやはり相場なので、5000円だったら5000円の相場でしか売れません。なので、もう諦めて、気持ちを切り替えて5000円で売りましょう。5000円なら売れると思います。はい、そんな感じですね。で、はい、2つ目ですね。2つ目はですね、その商品の相場、まあ、売れてる相場はあると思うんですけれども、その中でも状態が売れてるものよりも状態が悪い場合、はい、これはもちろん売れませんね。5000円で売れる相場の、状態も、加味してくださいっていうことですね。綺麗なものが5000円で売れているのに、多少傷みがあるものは5000円では売れませんよね。そこはですね、傷があるので4000円に下げるとか3000円に下げるとかっていうような、値下げが必要になってきます。はい、そして、はい、3つ目ですね。3つ目何だったかな3つ目、3つ目は、はい、その商品自体の人気がなくなってしまった場合、はい、まあ、これはまあ当然ですね、流行、流行り、まあ、ブームがあるので、まあ、人気なくなっちゃったら当時のその売れている時の相場よりも下がっちゃって、まあ、売れにくくなってしまうということですね。この時は、再度相場の検索をし直して、本当の現状の相場を確認して、その値段に設定しないと売れません。はい、なのでそこはちょっと難しい判断になるんですけれども、やっぱり値下げが必要になってくると思いますね。はい、そして、はい、次、4つ目はですね、出品者の評価が悪い場合、これはですね、もう日頃の行いが悪いと、悪いってことですねそれ、まあ、売れにくくなっちゃいますよね。まあ、評価、マイナス評価が100個ついてる人とマイナス評価5個の人だったら、まあ、マイナス評価5個の人から買おうというふうに思いますよね。これはまあ日頃の行いが悪いっていうことなので、まあ、これはちょっと難しい、時間かかっちゃうんですけれども、やっぱりまあ、綺麗な取引、まあ、綺麗な、なんていうんですかね、好かれる取引を心がけて、改善していく必要があるということですね。まあ、アカウント取り直すっていうことがおそらく難しいと思うので、そうですね、心を入れ替えてやりましょう。はい、そして、最後じゃないや、5個目
まあ、5個目と6個目ちょっと似たような感じなんですけど、まあ一緒に言っちゃいますね、写真が悪いっていうのと、あとタイトルと商品説明の内容が良くないっていうことですね、はい、写真の撮り方についても、ですね、あのチャンネル内に多少撮り方の動画があるんですけど、これ結構、昔撮ってる動画なので、昔って言っても3ヶ月ぐらい前だけど、あの YouTube 始めたばっかりの頃に上げた動画なんで、ちょっと結構見にくいんじゃないかなというふうに思ってて、あの心苦しいんですけど、写真の撮るポイントがあったりします。はい、なのであのそのポイントを押さえた上で出品すると、まあ、売れやすくなるんじゃないかなというふうには思いますね、はい。で6個目 の、 そのタイトルと、商品説明の部分ですね。これはですね、まあ、適正なタイトルをつけていないと SEO、まあ、商品説明の部分も拾ってくれるんですけど、メルカリの SEO に引っかからないということですね。検索されたのされない、うん、されても引っかかって、表示されないという場合があるので、そこは注意が必要です。これに関しても過去あの売れるコツという動画の中でタイトルの付け方言ったかな、言ってると思うんですけどね、あると思うのでちょっと見てみてください。なかったら、再度アップします。はい、というような感じでですね、あとちょっとですね、今後あの商品説明の中で作らなきゃいけない文章とか必要な項目みたいなのがちょっといろいろあるので、それもよかったら共有していこうと思うので、まあ、今後ですね、この後ちょっと撮ろうかなと思うので、よかったらそっちもぜひ見てください。はい、今回はあの以上となるんですが、あんまり参考にならなかったかな、どうですかね。あのこのようなあの質問いただいたので、あのちょっと質問されると今嬉しいので、すごく答えたくなってしまうんですよね。はい、なので、ぜひなんか僕に分かる範囲だったら答えたいと思うので、何か疑問に思った点とかコメント欄で質問いただければ、返しますので、よかったら質問ください。はい、というような感じで以上となります。このチャンネルではこのように、まあ、いろんなことを発信してます。はい、ぜひチャンネル登録の方お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。バイバイ。